はい、今日は TL1 をね海外でこう使うときに、どういった流れになるかっていうのをこう技術部に教えてもらおうと思いますけど、あれですね、最初にまずその冷凍機側ですよね、はい、ちゃんとこう見とかなきゃいけないのって、まずは電気についたら低圧側、高圧側に導管、配管してつないでください。はい、はい、で耐圧試験もした上でですよね、はい、でここであの冷凍機とつないで耐圧が終わったと、終わって盤を開けて単層 200V とアースをこの端子台に接続してください。はい、はい、で接続しましたらここのランプパワーがつきますので、はい、これを確認した上で中のブレーカー2つとも入れてください。はい、そしたら、はい、で次に、清掃逆走の確認をします。はい、でアップボタンを押してる間リフトが上がるのでちょこっと押してください。そうするとリフトが押してる間上がります。これでこれはもう層が合ってるのでこれで OK です。で仮にアップを押してリフトが上がらない、まあ、チェーンがたるみ始めたら一回止めてこの線、赤と黒を入れ替えてください。そしてライト下がります。完全に上がりきるまでアップを押し続けてください。これ TL1 なんで結構ね段数がありますけど、はい、で、上がりきったら自動で止まりますね。上がりきったら押してても自動で止まる。はい、で、アルコールを入れたいんですけど最初カゴが止まってますので全部切ってください。はい、輸出の時ねこうガタガタして傷んじゃうといけないのでこういう風に止めてます。はい、それで輸出バンドが切れたらここが取り出せますので、はい、カゴを全部取り出していきます。はい、この取り出してアルコールをで、アルコールを全部入れたら今度はダウンをしてカゴを下げて、はい、でここでもうアルコールが入った状態ですね。次に今冬眠運転が止まっている状態なのでこれをまず運転にします。はい、その方法はバーを開けてポンプユニットのラン、ストップのランを押します、はい、そしてストップが消えてランを押します。これが今冷凍機の電源が入った状態ですね。温度調節器のこの上の数字、白い数字が現在地、中のアルコールの温度になってます。で、SV、この下の緑色の数字が、設定値ですね。で、今マイナス20ですので、これをマイナス30までここの下矢印のボタンを押すと下がっていきますので、マイナス30度に設定します。はい、といった形で、今回は、技術部にですね、冬眠 TL1 の使い方を教えてもらいました。